皆さんこんにちは、野木田教授の YouTube チャンネルへようこそ。今回は野木田教授の奇跡71ということで、男性の鼻毛のお手入れはどこまでやるべきかと思った時に読む動画記事ということでですね、この記事のタイトルに惹かれて、この動画記事を、見てくださっている方に、まずこの記事を書くに至った、経緯を説明させていただきたいというふうに思います。言論、プラットフォーム、アゴラのですね、いつも楽しみに、している記事を書かれている方が、たくさんいるんですけれども、ちなみに私も、アゴラの、出筆陣の中に加えていただきた、ましたけれども、その中でもですね、僕が特に注目しているといいますか、いつも読んで楽しんでいる、執筆者はですね、黒坂さんという方、がおられるんですけれども、黒坂さんですね、あと、ジョーさんという方ですね、で、あと、内藤さんという方がいるんですけれども、皆さんの記事はいつもですね、なんか、ランキングでいつも1位とか2位とかになっちゃってるんですよね。で、僕の記事がなかなかその、ランキングに乗らないので、ちょっといろいろと、このランキングが高くなってる人をこうちょっと真似して、真似してって言ったら悪いですけど、オマージュをちょっとやってみて、僕の記事も、ランキング上がるかなというふうに、採用されなければ、アゴラに採用されなければランキングも減ったくれもないんですけれども、ちょっと試してみようかなと、いうことで、最近ですね、ちょっと結構、社会問題の、記事とかをいっぱい僕は書き出したので、ここら辺でちょっと肩の、力を抜いて、たまにはこういう記事もいいんじゃないかなというふうに思ったので、今回の記事にしてみました。で、今回ですね、内藤忍さんの記事でですね、男性の脇のお手入れは、どこまでやるべきかというふうな、記事が、面白かったですけれども、ランキング入りしているのに、感化されまして、僕なりにこの2匹目の土壌を狙えるんじゃないかということで、タイトルをですね、ジョーさんが、の風にしてですね、それで、男性の鼻毛のお手入れは、どこまでやるべきかと思った時に読む動画記事というふうにしてみました。で、僕はですね、こうおしゃれとはこう程遠い生活をこうずっと送ってきてですね、他人に不快感を与えないのであればですね、人間は中身が勝負だから、というふうに信じて、50年間ぐらいこう生きてきたんですけれども、社会人になってからもですね、こう実家に行くたびにいつも母親から、あんたこう髪の毛がこうボサボサでもうちょっとこうちゃんとならんねとかですね、で、海外の大学のこう職員としてレクチャーとかやってるのにこう貧乏学生がそのままかなんか大きくなったような、感じでもうせめてジャケットぐらい着たらどうとかいうふうなことをうるさく言われてたんですけれども、もう全然気にしてなかったんですよ。で、それで、2016年にですね、准教授から教授に昇進するときに失敗してですね、で、もしかしたらですね、教授風にこうなってないのか、雰囲気がこう教授風になってないんで、かっこよくこうしないといけないんじゃないかなというふうに思ったのですね。で、それで、ちょっと心機一転、こうジムに通ってこうトレーニングをしたりですね、ユニクロなんですけれども、こういうこうジャケットを買って、それまでジャケットが着たことなかったんですけどね、ジャケットを買ったりとかですね、髪の毛のこの一部を金髪にしてこうシャギーにしたりとかしたりとかですね。で、それであと鼻毛も剃るようになりました。で、鼻毛が伸びてるとですね、こういくらこう深刻な話をしたりですね、すごいこう高尚な話をしてもですね、相手がこの鼻のところを見ますからね。で、鼻毛がピョインとかこう出てたら、なんかせっかくのその話にこう僕の話にこう集中できないんじゃないかなというふうにこう思ったこともあります。もしかしたらその教授昇進試験の時もすごい熱意を持って言ってたのにですね、その面接官の偉い先生の前で鼻目がピョインって出てたのかもしれないですよね。で、ただですね、その鼻毛っていうのはおそらくそのフィルターの役目をしてて、空気中にあるゴミとか
塵とかがですね、肺の中に入らないようにここで止めてくれてるわけですよね。ですからそれを切ってしまうと、そのフィルターがなくてスカスカで入ってしまうから、ちょっとやばいんじゃないかなとは思ったんですけれども、とにかく、心配はあったんですけれども、切ってみることにしました。で、初めはですね、小さなこうハサミみたいなやつでこうやってたんですけども、めんどくさいですし、なんか鼻の中切りそうなので、その次にですね、手でひょこひょこひょことかやって、こう回るこうバリカンみたいな、鼻の中に入れてぴょこぴょこってやるやつにしたんですけども、それなんか鼻にこう、そのバリカンの歯のところにこう鼻毛が引っかかってですね、あちゃーっとかなって、そのもう涙が出てきたりしてたんですよ。ですから、それ以降はですね、このパナソニックの鼻毛カッターとか、この鼻にズゴッと入れてピーって回せばいいだけというやつで、やるようにしたんですよ。でそうすると、もう全く鼻毛が出てないということになってですね、でそれで、教授昇進試験、翌年のですね、2017年に再挑戦して、見事に合格して、2018年から教授というふうになりました。で、それがですね、ジムのおかげでなったのか、ジャケットのおかげでなったのか、部分金髪のおかげでなったのか、それとも鼻毛の手入れのおかげで、教授昇進できたのか、もしくはそれらすべての複合的な雰囲気でなったのか、もしくは全くそういうのは関係ないのかっていうところは定かではないんですけれども、皆さんにその不快感を与えないという意味では、すべてが、いい方向にいってるので、今も継続してやっているということで、今回の話は、そういう、こう個人的体験談なんですけれども、結果良ければ全て良しということで、今回の記事を、乃木田教授の奇跡71ということで、お送りさせていただきました。ぜひですね、今回から初めて言うんですけれども、ぜひ、動画が面白いなというふうに思った方は、いろいろな真面目な動画もありますけれども、ぜひ登録していただければ、今ね970何名ぐらいなんですよ。1000人まで行くと、プロの、YouTuber と名乗れますので、ぜひ、登録をお願いいたします。